何か大事なことは3つありますって言うとね、みんなほーって受け止めるわけで大事なことは5つありますって、5つこうあいっぺんに覚えられないよってことですよ、うん、3つなら頭の中覚えていられるんですよ、やれる範囲なんですよ、うん、で3つだとギリギリなんとかこう頭の中に刻み込むことができるので、うん、満足感が高い、うん、でさらには大事なことは3つですって常に言おうとして、うん、本当にそういくつもあるのを3つに無理やり絞ることによって分かりやすい説明になるんです。そうです、だからもう本当自分の頭を活性化するために、うん、あの話し始めるときに3つないときにでも3つありますって言っちゃうときもある、うん、喋りながらよく考えられますね、2つ目3つ目もうあのなんか慣れてくるとできるっていう、はい、まあ、相手によってはあの3つだとしても頭の負担大きいかなと思うときは、うん、あえて2つにしてあほっとするって思ってもらったりっていうこともあるんですけど、でも基本的には3つが、そう、うん、だから4つ言いたいときには大事なことは3つですって言った後で、うん、まあさらにこんなこともありますけどねっていう、はい、応用編ですね、はい、マジックナンバー3 、3 、はい、はい。